ロビーム・クックは、イギリスの政治家、庶民委員議員、労働党内切手の論客として知られ、ブレア政権で、外相・庶民委員内総務、水密委員議長を歴任したが、イラク戦争を批判し、格外に去った。1946年2月28日、イギリス北部スコットランドのベルシル生まれ、エディンバラ大学を卒業後、教師や労働組合の活動などを経て、 1974年労働党から庶民院議員に立候補し、初当選した。1997年の総選挙で労働党が勝利し、ブレア政権が誕生すると、外省に就任した。2001年庶民委院,院内総務に就任。イラク危機では、国連査察を通じたイラクの武装解除を主張し、国連決議なしの改選準備を進めるブレア首相らと対立。 結局、戦争が勃発したため、2003年3月17日庶民院、院内総務を辞任した。この際の庶民院で行った辞任演説の中で、イラク戦争に反対し、ブレア政権を厳しく批判。辞任演説としては、異例の大きな拍手を受けた。その後も、ブレア政権のイラク政策を一貫して厳しく批判し続けた。2005年8月6日、 スコットランドで山歩き中に心臓発作で倒れ死去した59歳。ありがとうございます。